BS-300mm 野砲 M194400mm 40野砲は第二次世界大戦中にソビエト連邦が開発した対戦車砲兼用の野砲である。ソビエト連邦は大祖国戦争においてドイツの戦車に対抗する対戦車砲として 76.2mm 口径の ジスマイナス 376mm ホ砲と a 1 9リ2 2 m、mm、m カノン砲などの重砲を使用していたが、クルスクの戦いで実戦デビューしたパンター中戦車やティーガー I 中戦車に対抗するにはジスマイナス3では特にティーガーに対して威力不足であった。旧式のジスマイナス 257mm 対戦車砲や A-19 ならば ティーガーの装甲を貫通可能であったので、ジスマイナス -2 の生産が急遽再開されたが、走行形状方針の方針ゆえに調達コストが高すぎて十分な数を揃えることができず、A-19 などの重砲は重量課題であり、機動力に欠け運用性が低かった。さらに、当時のソ連では、無反動砲や対戦車、ロケットランチャーなどのヒート弾頭を利用した。 携帯可能な対戦車兵器の開発が遅れていたため、ジスマイナス3よりも高威力でありながら A-19 などよりも軽量な対戦車砲を必要としていた。この要求に基づいて開発されたのが、BS-3100mm 野砲と D-4485mm 野砲である。T-100 駆逐戦車 BS-3 は、 対戦車砲としての運用を念頭に置いて開発され、軍団直轄の砲兵連隊に配備された。なお、ジスマイナス3の後継には D-44 を当てる予定であったが、開発と生産の開始が終戦に間に合わなかった。戦後は D-4885mm 対戦車砲と T-12100mm 対戦車砲の開発に伴って、 第一戦部隊から退役し、ワルシャワ条約機構加盟国やエジプト、シリア、インド、モンゴル、中国、北朝鮮に供与され、中東戦争やインパ戦争などに投入された。現在のロシア連邦軍でも多数が予備兵器として保管されている。また、エジプトでは T-34 から85の砲塔を大きく切除して改造し、BS-3 を搭載した。 t-100 駆逐戦車を製造している。ありがとうございます。